アグリニオ、またはアグリニオンは、ギリシャ共和国西ギリシャ地方エトリアアカルナニア県の都市で、その周辺地域を含む基礎自治体。県の中心都市で、地域には、県全度の4分の1にあたる、約10万人が暮らしている。ラテン語名は、アグリニウム。中世から1925年までは、ブラチョリとして知られていた。町の歴史は、古代にまで遡る。 古代の死街は現在の 3km 北東にあり、これまでに城壁や遺物が発見されている。神話によると、アグリニオはアイトーロスの孫、ポルテウスの息子にあたるアグリオスが築いたが、紀元前314年にカッサンドロスの手に落ちた。オスマン帝国時代には住民の大多数をトルコ系が占めた。1585年にテオドロスミガスの乱が起こると、町は、 廃墟と化した。18世紀初頭に、現在のエトリアイコールアカルナニアの中心地となった。ギリシャ革命に参加し、1821年6月11日に一時的にオスマン帝国の支配から脱した。1832年7月9日にコンスタンティノープル条約によりギリシャ領となり、地名もアグリニオンに戻された。木戸戦争中、 現在のトルコ西部から多くの人々がアグリニオに移ってきた。また、エピルスやエブリタニアからハギオス、コンスタンティノスに移住する人々もいた。1930年には道路が舗装され、給水塔も設備された。まだ古代の面影が残る街に電気も通った。クレマスタとカストラキの2カ所に建設された水力発電ダムから、 経済発展の恩恵を享受した。中心街の南東にあるトリコニスコではたびたび大地震が発生し、その都度アグリニオも被害をこむってきた。2007年6月7日には豪雨が街を襲い、数軒の家が浸水した。19世紀の終わりから20世紀初頭にかけ、住民の大多数はパパストラトスやパパゴプルー、パパペトルーなどのタバコ企業の元タバコ栽培を 行っていた。現在は、アグリニオオリーブの生産で知られる。国道5号や、欧州ルート55号が通るほか、東のカルペニシアラミアとは、国道38号や、欧州ルート862号でつながっている。リオンアン橋梁の北西、メソロンギの北、アスタコスの北東、レフカダやプレベソの東南東、アルタやイオアニナの南、 カルベニシア・ラムヤの西南西にそれぞれ位置する。都市の紋章にはヘラクレスが川の神アケローオスと戦うギリシャ神話の一シーンが描かれている。第二部でプレーするパネトリコス FC が本拠地としている。ありがとうございます。